砂やつめは、やつめうなぎかの淡水魚である。鹿児島県、宮崎県を除く九州以北、沿海州、中国北部、朝鮮半島に生息している。河川の下流域に生息している。日本に分布する古代群のアロザイム解析を行った結果、二群に分かれるとする報告があるそれらは、暫定的に、北方種、南方種に分けられている。 この仲間は原始的な魚類とされるが、研究者によっては魚類ではないとみなすものもある。近縁種の皮や爪あるいはその祖先種から出現した賠償成熟個体が何らかの原因で海洋との往来を阻まれた後、引き生成で河川型の集団が独立し本種に分化したと考えられている。外見はうなぎに似ており、妖精、生魚ともエーラー穴が7つあり、口は 丸い吸盤状で顎がない。生魚の後期は吸盤状で内側に三体の歯がある。成長すると約200ミリメートル程度。禁煙種の皮や爪とは異なり、引き生成で海へ下らず、一生淡水で生活する。アンモシーテスと呼ばれる幼生期は目がなくミミズのように見え、デトリタスや藻類などを食べる。4年後の秋に生態になり、 140から190ミ、mm、リメートルで変態して目が現れるが、一方で消化系がなくなり、翌春の産卵期を過ぎて死ぬまで何も食べなくなる。春になると産卵し寿命を終える。海岸した生態とまだ目の開いていない妖精。詳細砂や爪めは一生のうちのほとんどを目を閉じた状態で過ごし、産卵期にわずかに開く程度とされる。近年、水路のコンクリート化や、 野との開発によって減少している。ありがとうございます。